手まり手まり遊び手まりは日本に古くからある遊具、玩具の一つである。新年の季語。当初は芯に糸を巻いただけのものであったが、16世紀末頃より芯に全イ面などを巻き断性の高い球体を作り、それを美しい糸で幾何学模様に巻いて作られるようになった。ソフトボールよりやや大きく、ハンドボールよりやや小ぶりのものが多い。婦人や女児が屋内外で、 下について遊んだ。室内ではひざまずいてつくこともある。江戸時代中期院をとりわけ流行し、特に正月の日の遊びとして好まれた。明治時代中期頃からゴムが安価になり、よく弾むゴムマリが、おもちゃとして普及して、手でつくか、あるいは、空中に打ち上げて遊ぶ。女児のおもちゃで、江戸から明治期には、正月の遊びとされたが、現在では、数年の遊びとなっている。 日本には、マリと呼ばれるものが二つある。一つは、ケマリで、これは二枚の鹿の皮を縫い合わせて作り、主に男子の貴族が楽しむスポーツ、または、神事として行われた。もう一つが、手マリで、女児の遊びであるが、江戸時代には、男児も一緒に楽しむことがあった。歌人としても知られる、エチゴの禅僧、両館は子供たちとよく手マリで遊んだ。ゴムマリとは、 弾力の強いゴムで作った中空のボールである。20世紀に入ってから急速に普及した。1909年に発表された夏目創世紀の小説、それからに、ゴム傘という語句が見える。それまでの木綿を芯にした手まりは、よく弾ませるには、よほどの力が必要で、幼い子は、しゃがんで一尺か一尺三寸くらいの高さでついて、 いたが、ゴム傘なら三尺くらいからでも楽につけ、楽しさも数倍になった。この頃から戦後まで、マリツキは最も人気のある女児の遊びだった。多くの手まり歌が作られたのも明治後期である。手まりの製造近年では、おもちゃとして遊ばれることは少なくなっており、伝統工芸品の手まりが装飾品として喜ばれている。沖縄県には、内縄口で、 マーイと呼ばれる琉球でマリが伝わっている。瓶型や琉球舞踊を肩着すなどした独特の文様で飾る。女児が13歳になると祖母や母親が手作りのマリを贈る十マ3イという風習があった。ありがとうございます。